A day in the life. This program brought you by Meshtabu. Kono channel wa Asuzu Uru Ura no OEC restaurant no Sagashi Sabukaru Babo and Green no channel de Hong Kai wa Gagai Nichiyu Chitsu any wa Chito's Kaiwai de. Please check this out. ねえ、Google、おはよう。こんにちは。現在の時刻は13時6分です。現在札幌は気温26度、晴れです。今日は予想最高気温26度、最低気温16度で晴れるでしょう。では、素敵な一日をお過ごしください。名物。赤字丼。カジナぐらいすげえいっぱい乗っかってて安いんだと思っちゃうよね。はい、違うんですね。十中八九、はい、そうだとずっと思ってました、はい、そういう意味ではネーミング成功してらっしゃいますよね。お口にあると田舎にあると白地丼、黒地丼、そういうことかい。赤地丼、隣に蕎麦屋さんは名物赤字丼。すごいね、こんなど田舎に。冠水休みの。ここはもう畑のど真ん中ですよ。農道ですよ、これ。すごい。いいね、秘密の部屋、テラスもあるし、懐かしい。テラスも使っていいみたい。おにぎりここで食べよう。塩漬けは美味しいですからね。注文よろしくどうぞ。呼び出しベルで車に呼んでくれる、アプリまであるんだ。ただいまの1時間10分進んでる。
広いとこで食べれるおにぎり。テレレレってね。ああ、懐かしい感じの。すげえでけえんだ。150g になります。って言ってもびっくりドンキーのハンバーグしか思い出せない。あべ、あ、おこげとそぼろカレーです。とお漬物のきゅうりです。で1個で十分な量だね。すごいボリューミーですね。おこげお、すごいしっかりしてる。キーマカレーなのかな。美味しいですね。すごい美味しいですね。札幌から30分ぐらいで来るよ。30分じゃこれか。さあ、こんな田舎にカフェがあるようですね。チューパーミア。ファミア、お茶飲みますか。何かい。何これ。へえ。わあ、わあ、でかい。でっけえパプリカ。2階なんだ。カレーの匂い。何これ。かわいい。あ、あっちの窓際がいいかな。わお、大きいブルーベリー、すげえ存在感。70円お返しになります。ありがとうございます。Where are you going? のどかですね。ロケーションのテラス席でございますね。お、かわいいじゃん。鉄棒あるよ。うん、違った。チャリンコ置き場だった。何を見て鉄棒を入れた。あっち、あっちあっち。ああ、鉄棒っぽいじゃん。チャリいいね。いいね、ここ、うん、やってないよ。ここでお茶を飲みたかったな。うん、ちょっと待って、ね、電柱、電線はあるけど若干臭いです循環臭いですけど、いけます。え、あれ本当にトマムタワーに見える。うん、うん、なんかのんびり暮らせそうだね。チャリいいね。いいね、ここ、うん。
やりきれないが。100円玉がないと地獄のやつじゃん。100円玉はあるよ。ありがとうございました。肌寒い。肌寒いですか？寒くない。ジンギスカンの匂いがする。現在第1位か2位か2位。よし、亀広君残念でした。あなたは2位だそうです。ああ肉は入れちゃうの、うん、下がりが好きな人は、うん、ちょっと綺麗だと思う。そうですね。続いて、長沼くん。はい。長沼くんでーす。長沼くんでーす。長沼くんでーす。なんか、生ラムと違った良さだね。うん。ベイビー。長沼くん。いただきます。現在の順位は2位。うん、ちょっと微妙だな。いや、こっちが3位だ。マオイ君が一番美味しい。マオイが一番美味しい。全く予想外。予想外。はじめましての真央くん。オンザライン。
うん、憧れるやつだ間違いないです。うまい。マジョーカーラスナオイ君さよなら。綺麗な朝日でございます。お月様もまだいらっしゃる。10年ぶりの早朝ゴルフ赤の矢がアタックチャンス。ナイスショー、完璧じゃん。いや綺麗な朝焼けだね。ナイスショー。ナイスショー。おお、ナイスボギー。2番300ちょいのパー4、右クリークだよ。カラッと上がった感じ。ナイショーナイショー。かあ、こっちこそカラッと上がった。二人で唐揚げ。おはよう太陽。朝の散歩気持ちいいね。もう2オーバー。6時10分のタイムリミットギリギリクリアで、前半終わりまして4打差しかついておりません。グロスでピンチです。うますぎますこの女。よいしょ、絶好調。乗った。汚ねえ足。なんとなく俺が2打勝ってるような感じ。最終的に100対81で82で2打差グリーンの勝利。どんどんパフパフ。イエイ。寿司は俺のおごりだぜ。ジョージー、ジョージー。あれ、マグロ丼あったんやん。すごいね、めっちゃ安い。
綺麗だね。うん、めちゃこう。でしょうね。あ、すごい果肉。うん。うん。つぶつぶ。つぶつぶ。コーンスープみたいな。ぼち強いって。リバースやっちゃった中国茶飲んでたしなんでみたいと思います。ここはプリント。
ゴルフ終わりの入浴我慢、夕方までよく辛抱しましたね。カメラに匂いは映りません。十勝清水の3割引きぐらいの匂いです。匂いが映らないのが悲しい。まあまあ臭いね。まあまあ来てます。まだまだ理想です。ニューヨーク。サウナぬるくなかった？ぬるかった。85度ぐらいしかないからやばかった。初めてサウナでうたた寝したい。なのに水風呂が13度ってどういうことなの？なんかおかしくないかと。カッチンカチンカチンだった。動かれなかった。30秒が限界だった。20秒が限界。6セットやったけどなんか不完全燃焼。函館。函館ゾーン。勝手に決める函館ゾーン。あ、そこにも便所ある。お、それか。それを使えってことか。うん。今日も快晴でございます。そば鉄よし。アミラ開始。北東に進みます。およそ400メートル先左方向です。出発。イエーイ。サーモンパーク千歳様、お世話になりました。ありがとうございました。すごいね。うん、夜やっぱびっちりになったね。富士山、富士山ナンバーって初めて見た。両サイドびったりぴったり止まられたのは初めてやったね。はあ、結構高め。ローソンがあるっていうのはポイント高いね。そうなんですよ。便所も2個あるし。そうそう、うん、でコンビニがね併設してるんで、うん、
24時間な何があっても安心みたいな。そうだね、安心度は高いね、うん、そうなんです。コインランドリーもそばにありますよ。今日の朝食はそば鉄、うん、イエーイ、そばそばで30分後にバーベキューという、そばバーベキューセットという異色のモーニングセット。これはブランチ？ブランチセットじゃないよね勝手にセットいい森だね。うん、これでっかい標準どうやって変えるのかな。これいじってなんか変わる。ああ、なんか表示切り替えてるんだよ。それか、それだ。コップカップ。もうペライか。あれ？うわ、大混雑か。めっちゃ混んでる。10時から。10時に開けるとこういう良さがあるよね。うん。本当は来る予定じゃなかったけど、ね、うん、一番早く開くのは地域でここだからっていうね。そば鉄自動販売機前でございます。レシーブの練習パパのカバンこっちを置く。そばちゃんってうまいね。うん、温かいです。温まります。指ゲームしたいの？しないです朝飯イエーイ、ザルそばかけそばだけど、たぬきついた。ザルそば天かすのないそば考えられへん。ドロドロ系。そば湯豆乳。私はちょっと薄味が好きなのかもしれない。トマト。ペースト。すごい、カツオ系、お出汁がすごいです。うん、美味しい。うん、うまし。冬でも冷たいの食べるよね。冷たいのが好きなの。まあそうだよね、蕎麦好きは冷たいのだよね。冷たい蕎麦食ったら震えきちゃうから寒くなっちゃうからね。いい感じ。蕎麦湯？うん、蕎麦湯頼んじゃった。じゃ見て、このわー、プロプロやな。これ系が今もうないんですよ、他のそば屋さん。なんか今サラサラになっちゃって、これが美味しい。苫小牧のそば屋ドロドロやったの。うん、餅入ってるみたいなとこ。うん、あった。ああいうこと、こういうこと。餅の味する。かわいい。うん、間違ったな。50円、天かすと手打ちです。マーブです。これは食わねばならねえ。
東千歳東千歳バーベキュー。そうそう、何事も力んじゃダメよ。左進みます。その先16分後にあの昼飯を食わなきゃいけないっていう。え、早いな。いや素晴らしい人生。ごちそうさまでいったごちそうさまでした。そば鉄さん、とても美味しくいただきました。チャチャチャラチャ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 、早まし早まし、あれだ、え、ああこれ混んでる、まあまあ釣り堀できんのかな。東千歳バーベキュー、あれ並んでる、片桐農場並んでんのは嬉しいね。逆に嬉しいね。あ、もうハロウィンの季節ですね。おお、カボチャリングしてる。お疲れ様でした。並んでるね。並んでるね、うん、あ、ひまわり畑だ。臭いね。うん、そうでしょなんか匂うでしょ。あ、デカカボチャ。これはいい景色だね。すごいね。タクシーを待たしてます。いくらかかる。大変だ。面白い。リポビタン。なんか栄養取りに行くね。睡眠ゴールが必要だぞ。もうちょい。これちっちゃいのやばい。柔らかい。ガーリック、うん、塩コショウ、塩コショウなの。ふわっふわ、ふわっふわ、ふわっふわ、そうそう、ふわっふわ、ね、こういうの感動したいな。メリークリスマス。うん、うまあ、きれい。飲める、飲める。いただきます。うん、みずみずしい。肉汁、肉汁半端ない。ふわふわ、ふわふわ、うん、皮パリパリ。あー、うまそう。うん、パリパリ、うん、うめ。メリークリスマス。ごちそうさま。謎のシステム。自己申告。店の好きなお祭り騒ぎやってるね。あ、燻製サンド&レモネード。うまそう。でも腹いっぱい。これうまそうだな。暑いね。コロナになっちゃら最終だ。柿かも。柿
柿？柿の季節か。下刈り150円。どっか？お、150円でこの量、ちっちゃいけど。買う？の幸運大使。あ、TKG。十分だよね。包まれるか。あ、面白い。道の駅ソフトクリーム。はい、ちょっとでやる。はい、コーンで。クイックペイ使える。あ、じゃあスイカ。スイカですね。はい。またソフト買ってもうか。道の駅ソフト。いただきます。はい。ティケジ。朝飯にいいなと思ったらオープン11時。喉が乾かなさそうでいい。ジェラーチック。シェシェ。パノラマノービュー。あ、気持ちいい。だけど個室2個しかなかったの、うん、でも2個とも空いてた、うん、で俺は余裕で入って、うん、くつろいでたので、さっき隣がタッ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 って音聞こえてガチャンガンガンっつってめちゃめちゃ安堵のため息ついたおやつ幸せ。なんとも言えない昨日の俺やホワイトホース。海辺の景色。すごい綺麗。札幌から30分も走れば、こんなんです。牛猿に会いに行く。今も立ち去ろうとしてる人が。今日は。違うね。少し大きめのカゴを用意させていただきました。清水国明じゃない。もちろん最後まで三助の頑張りを見ての三助に対する評価という形です。こんな大きなカゴのサイズは一度忘れていただいて、今一度皆さんが思ったままの三助に対する思ったままの形をよろしくお願いします。できればその形分かりやすい形に変えていただけると、私たちの励みとなります。あ、なんとめっちゃ面白そう。いいですか、先に気持ちが変わる前に皆さん、さんすけ先にいただきましょう。分かりやすい形でございます。拾いなさい、足で拾うんじゃないの。エニワのほのかはキャンプ場がついてるよ、うん、すごい、いいね。さよなら。サウナからソーシャルディスタンスって11人しか入れなかったのきつかったけどな。水風呂が14度なんで、あんまり水風呂からも入ってなくてよかったね。今日の晩ご飯、イタリアの。うん、本格的でございます。
いや確認したんだから入れてよって。餃子カレーと西野セット、餃子ステーション、餃子定食、餃子カレーの味、甘口辛口でございます。カレーは辛口で、はい、入ってます。やりすぎたままひろもちあって、お客様でもって、ね、西野餃子カレー餃子定食になります。はい、うん、おいしい。これおいしい。焼けてきた。最強コンビ。三好のだわ。ごちそうさまでした。Chikaino a day in the life wa. Takikawa Furano Asahikawa death. Otano Shimini. See you soon.